みんなでライリーを幸せにするよ。イエーイ。人生のことあまりにも問題ばかり起きるから、難問解決プログラムなのかと思っていたけれど、気づいたんだ、プレゼントみたいなものなんだって。何十年か過ぎ何するの？もうライリーに喜びたちは必要ない。一人ぼっちになりたくない、ここにいてよ。その言葉言えなくて心閉ざさないで、一人ぼっちにさせないから、大丈夫だよライリー。